時間予測モデルによる南海トラフ巨大地震の予測。室津港の流気量、方影1.8メートル、安静1.2メートル、昭和1.15メートル流気。時間予測モデルは、地震において、次の地震までの間隔と前回の地震の滑り量は、比例する、というモデルである。大きな地震の後では次の地震までの間隔が長く、小さな地震の後では、 感覚が短いということになる。このように、前回の地震の滑り量から次に起きる地震の時間が予測されることより、時間予測モデルと呼ばれる。物理的には、プレート境界では、歪みが一定の割合で溜まっていき、歪みがある大きさに達すると地震が発生する、というモデルである。このため、前回の地震で解放された歪みが大きいほど、 次の地震が起きるレベルまで歪みがたまる時間が長くなるというわけである。政府の地震調査委員会が行っている活断層や海溝型地震の長期評価で時間予測モデルを用いているのは南海トラフの長期評価のみです。南海トラフでは断層のずれの量の代わりに高知県の室津港の流気量が用いられている。室津港では高栄地震、安政南海地震、 昭和南海地震の3回の地震での流気量が知られている。時間予測モデルを使うと、次の地震までの間隔は88.2年となり、3地震の平均発生間隔より短くなる。時間予測モデルによる、次の地震までの間隔の推定は、平均発生間隔のみを用いた手法に比べ、物理学的な背景を加えたモデルになっており、 発生時期の推定精度が高いと言われている。一方で、南海トラフでは使用できるデータが非常に少ないことや、地震の震源域には多様性があるが、室津港の流気量のみで評価できるのかなどの課題も指摘されている。時間予測モデルは地震による変異量と次回の地震までの回復時間が比例するというモデルであり、これに相対する滑り予測モデルは、 前回の地震からの歪み蓄積時間と地震による変異量が比例するモデルである。しかしどちらのモデルも不完全であることは明白であるとされる。多くの断層は弱いながらも時間予測モデルに従う傾向があり、1977年に島崎国彦は南海トラフ沿いの地震についても時間予測モデルが適用できるのではないかと考えた。 時間予測モデルを適用することについて以下の問題点が指摘されている。また、南海トラフの地震が他の地震に誘発される場合があるならば、発生時期が誘発で拘束されるため、時間予測モデルは成立しない。ありがとうございます。